ここも一番読んでる。うん。そんなに食べる？はい、それパクチー。三つ葉みたいなもんやよ。いや違う、それ香草。これあれよ。これ苗に言うてこうたが？え？苗に言うてこうたが？いや違う違う、食べる用で食用でこうたけども、なかなかその使う頻度がないわね。それはね、根がないけど、つくかどうかわからん。つくかね、こんなものが。ここで持ってきたべな。それもね、根がついてないきね、刺しとくだけなる、両方。これはいかん。これはいくかもわからん。パセリいかん？いかん、パセリはどうする？これはつくと思う。うん、つけちゃったらさ。もったいないね。もったいない。この綺麗な。うん。これはつく、絶対につく、うん、増えて困る。いや、増えてくれた方がありがたい。使うもん、ちょいちょい。結構高いきね、これ。もう一つあるで、袋。これは何？それも一緒、ローズマリー。これはレギだ。うん。これは真ん中開けとこうか。まあ、ええか。これいくらでもレギだ。これはどこへ入れて。これを植えとくかね。どこか。パセリと家庭菜園。さあ、しっかりできますように。量食べんくらいできるわ、これは。まあ使うもん、それ、いろんな料理で。はい。あ、今日雨が降る言うてね。うん、明日やろ、雨は。うまくいかけた。はい、植えました。これ、かわいらしい。好き。かわいらしい？何？マークがかわいらしいということ？粉にふりかけ。ほうれん草がこのまま作っとんなかったり。うん。ほら。うん。ほら。うん。きれいなの。うん。こんなにね。うん。ずっしりシチューような感じがある。ずっしりシチュー。うん。細ないの、茎が。ああ、これきれいなね。根元が、根元が赤くて。ほんで、こういうのを探さない。ほうれん草。今日買うた？そう。うん。ばあちゃんの片付けがすごい上手やから、部屋らも片付いちゅうけど、どうやって片付けゆう？俺片付けれん人やきよね。じいちゃんと一緒でものすごい、じいちゃんのベッド周り見たらわかるろうけど、ものすごいってよう似ちゅう。そう、しよしなら今そう。どうやって片付けたらいい？物が捨てれんがよ、ほんで。いや、捨てないか。で、あの、部屋らもものすごい綺麗やから、どうやって捨てる？また使うかもしれん思うし、これ。いや、もうね。服らもまた着る思うで。いやいや、映画のものはおばあちゃんがもう、ため息。どうやって片付けるわ？じゃあ、書類らいるもんもいっぱいかさばってくれ、保険やらなんやらも。どうやって片付けるで？よくいるもんだけ、いらんものはもう処分する。で、俺らほら、物がいっぱいになって入れるところもないけど、ほら床に置いたりとかして、床がまたいっぱいになって、どうやってきれいにしたらや、それ片付けないんじゃない？いらんものを置きすぎっちゅう。うん。必要にないものを置きすぎっちゅう。服も着んものを置きすぎっちゅう。そんなんどうすら捨てるということ？うん。もうそわけのいかからかと、やはりいらんものを捨てる。おうん。そういうこと。しっかりやろう。うん。いらん箱が。だって箱らほら何かするとき、おぐったりするのに使うやん。何かするときはまた、あれ、できるから、あれ、3名でも。でも、ほんでいつもないない言うて困るのばあちゃんやないかい。
困らん、もうあんなもうこういうとこ、ほんでわざわざあのピアノ置いちゃったところへね板を立てたらええが、立てちゅうもんだって全部きれいにあれ抜けて、ほんではいらん箱を捨てる、うん、あの箱がガタガタしようの、うん、いらん箱がそれからね、いる箱ばかり、それからねビニール、うん、これをねおすりじゅう怖い、うん、火事のもとあんなものも全部捨てる、いらんものは、うん、でばあちゃんらは部屋をどう片付けるか言うて、自分の部屋だから、いらんものは置くべきところへきちんと置きよ、うん、洋服ダンスがあったら洋服ダンスあのおばあちゃん一つ開けてあげるけん、あの全部あれあんたにあげるき。じゃあその開けたところはどうするわけ、その服捨てるということ、そんなもったいないことしない、おばあちゃん、うん、うん、いらんもの捨てる、いやいやそんなことしない、もったいない開けんでいいじゃん、ボロがいっぱい溜まる、開けんでいい、もったいない。今はね時代でこう服とかね、あのメルカリで古着屋で売れるのよ、いらんものはもう持たんこと、いや、いるものしか持てないつもりやけど、この色はね、箱からね、うん、あの空箱ね、だって段ボール捨ててしまうけど、いつもいる時なくてないない言うて困るよやん、段ボールがない段ボールがないで、そうならんようにもちろんならね、畳んで綺麗にするの、あんなに大きな箱をパン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 つまんと、うん、壊して綺麗に、もうよいよ、すごい、うん、もうぬくめたすら今日来たばっかりか、うん、そうやね、ぬくめたりしたらあの栄養素が汁でなくなってしまうわね、なんか豆腐、まずおばあちゃんの下を一応ね小学校の時のねビデオを捨てて、今度のいや、ビデオらはあんな思い出やん、そんなことを言うて一生引きこずりよったらあんた大こと、大切な思い出は残しとかんでかん、あんなもの、なんて？お湯消毒水だった。たまんろ。出てない、粘り出たように見えるけど、美味しくない、美味しくない、どういうこと美味しくないって、足を入れる、どんな足だったか忘れた、うん、どこにも味付けた、うん、この豆腐は大体粘りが出んねん、うん、こんなもんね、もう一回使わないかも、これは、うん、これやそうやね、山芋スイートン作らんでかも、あれやったね、あれって何、生姜のすりおろしたか、生姜のすりおろしは生姜のチューブ、生姜じゃない、ごま、あ、生姜とごま全然違うよどういうこと、おかしいなんですよ、これはあれ、お腹空いたけど美味しい、これ、うん、ごま、これ使う、
そう、ごまはね、容器あったような気がする。容器、いりごまやら、すりごまやら、容器凍ったような気がするもん。栄養素が伝ってしまう。まあ、いい色。見て、この綺麗な緑。これで。この湯って消毒。そう、消毒何言うかどうかわからないけど。綺麗な色ね。ほうれん草のほうれんってどういう意味やろうかね。難しい字じゃん。ひらがなやない。漢字やったかね。ね。漢字やったかね、ほうれん草。漢字あるよ、ほうれん草。うん、結構入れたね。大さじ2杯は、うん、大さじ1杯も入ってないのね。あ、そう。だしつゆがうまい。なんならあの柚子も足したらうまいわ。ほうれん草柚子はいかんとね。あ、そう。うん、 いかん。ほうれん草よりは柚子は使わんね。あ、そう。おばあちゃん使うたから全然知らんで。なんか使いよったような気がする。あとね、あのばあちゃんがよう作るのね、キャベツのやつが好きよ。あのキャベツ、キャベツはごまで柚子だよ。あれまた作ってほしいね。一品できたね、ちょっと。それがあって、あの水筒があったらご飯ちょっとで上等やね。ご飯ちょっと贅沢なご飯。ほうれん草の選び方わかったね。いや、ま、前から知っちゃうけどね、あったら選ぶけどないのよ。おお、よかったね。おいしいね、これ見るからにおいしいね。白あえとほら豆腐もよう取れて、もう体にも良さそうで、ええわね。お豆腐食べるとね、うん、甘い。甘るかどうかは知らんけど、ええわね。見てこれ、
まあ美味しそう、この白和え、いいですね。もったいない。食べてなかった？いいえ、もったい、あ、美味しいね、それ。ちょっと食べてみようか。うん、うまっ。これも食べて。うん、でね、スイートンとか体温まるし、ええわ。これしたら洗わねえかな。うん、ばあちゃんのパール入ってた。さっきこれを煮ないからね。煮る？かなり重いね、重量が。うん、身が詰まっちゅうやね。立派な自然薯200言ったらこれの半分じゃ、ちょうど、うん、ちょうど半分だね。ほら、うん、半分に切って測ってみたらや、うん、まあ、よしとしたもんや。かなりよく入れるね、うん、これでするっけね、うん。焼いてひげ根を取るんやと。そしたらうまみが、それ確かに言いよった、笠原さんも言いよったえ。それで適宜つきを、あのトング使うたらええわ。そうやってひげ根を取るんやと。でね、皮ごとすりおろした方がええと。だから皮ごとすりおろし、そうそう、すいとん焼き、皮ごとすりおろしたら。ひげ焼いてしもうて、焼いた方がね、すごいええみたいなね。その旨味が増すんやなかったろうか。やけどせんとってよ。いや、これはやかん。はい、これです。これで、うん、皮の太るんやね。やと、それでそのまま皮付きのままするんやと。皮付きで流してるんだね、うん。そう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 。大体どんなもんでもその皮と身の間にうまみとか栄養素が含まれちゅうもんじゃ。よっしゃ。そしたらふっくらなるらしいけど、ほら見て、ふっくらなるね。もう出すらない感じ。うん。
小麦粉入れるのね。小麦粉2カップって書いてる。小麦粉カップ言ったらどのカップやの。まあ、これやってみらん。分からん。これ分からん。分量が分からんね。うん。これ入れるんじゃん。うん。2カップって書いてるけん。うん。2カップやけん。もう一杯分やろ。まあでもいけそうなね。うん。この2カップで、うん、これ多分ね。そうやね、多分。うん。そうや。あれ倒れて落ちてこん。これ甘いもん出るんかい。そうやろうね。これ大体2箱。うん。なかなか立てませんよ。うん。うん。だって鶏肉も入れんといかんのに。そう、だからよ。うん。ごぼうだ、炊けんの。はい、水200。200って全然ないね、水。でも200なの。うん。少ないね。うん。200って海中もか。海中ね。まあ、酒ら入れるけんのかね。うん、お酒と、どれば。濃い口醤油、酒、各適量、塩少々やと。で、そんなら、これに対するがやきね。うん、酒と濃い口醤油と煮干しパック、その通りにしよう。その通りにって言うとも全然違うことでしょ。これと、はい、出た地産地消八金地鶏、高知の鶏。はい、そう切らんと何のためにそのマークがあるかわからんぐらい。マーク関係なく切ったらもったいないぐらい。いや、かまんろ。せっかくそんな綺麗なマークは、マークというか模様あるの、その縦に切ってしまったら何のこっちゃわからん。こんなに大きいね。もうご飯分に切ろうや。いやいや、かまんろ。見た目綺麗やのに。何する？うん。これすぐ炊けると思う。うん。お揚げ。うん、味付けした。いいね。醤油それ全部入れるわけ？まあこれに対して自分の勘で入れるきね。うん、それがマシよ。味見ながらやったらマシやろ。うん。これと酒入れたね。うん。酒とこれと塩。塩やない。これふわっとしたらねいかんのやろ。ふわっとってどういうこと？だしも入れないかんと思う。この醤油も薄いと思う。まあ味見ながら調節したらいいんじゃない。水も酒も醤油も塩も。これはなかなか手間がいります。うん、手間がいります。スッとはね。うん、少しずつ入れて、うん、ほんで やっぱりこれ最初吸っちゃかねえかだったね。うん、これ混ぜ込まねえかんの。うん、すっ
少しずついてて、うん、まあ永寿年長ありがたいね。これはすごいね。すごい、これはええと、ええ商品やと思うで。この通りだよ。うん、まあもったいない、ネブってオットさんって感じでもったいない。表現落ちるからね、ネブってて見てこのふわふわ感、すごい。うわ、そしてこっちも炊き上がっております。これでええね、もう、うん、ね、見てすごい粘りは。これでええね、うん、そのまま食べても美味しそう。これが入るのよ、まだ。うん、まあ飲んでみて。はい、噛んで、はい、ちょっとお父さんよりしてよ。はい、うん、ちょっと濃いけど、それが入ったらようなるがやろか。うん、ちょっと辛いね。辛い？俺はこれだけやったら辛い。ならもうちょっと水入れる。うん、酒もうちょっと効いちょってもようない。おばあちゃん、みりんを入れたって。うん、みりん入れたら、水とみりん入れたらやばいね。水にみりんを入れたい。うん、味がちょっとまろやかになる。やっぱりたっぷりあのあれ入れないかんね。で、うん、塩がもうちょっと効いちょってもいいかも。よう、ようは塩辛じゃ言うといて。いや、ちょっとね、あの醤油の辛さでその締まる、なんじゃろ、そうか、一緒か、わからんなった。塩分を入れたらそうか、よくかろうなってね、うん、何をおっしゃるかしら。これちょっと味見てもらう。だしはもうのけてもようないかい。これポトポト落としたらいいね、これをね。うん、ほんでだしがほんと効いちゃらねえか。薄くなるや、薄くなるやったらそれでええんじゃない、多分。まあ見て、もう一回、あれ、みりん入れたけど全然違うときちゃう。うん、まあ見てみや。私いやいや、俯瞰で。はい、ちょっと味見てください。うん、まあ濃いけど、まあ薄まるけ意外ない。さっきよりはまろやかになった。これで入れろ。それで入れるか、玉を作らんって感はね。ちょっと水遁焼き、玉を作らんとか、それ全部一緒にするわけじゃないで。だから、うん、あ、そういうこと。そう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 、こういう感じよ。そう、そうやって一つずつ玉を作るんやと思う。これは結構余計やね。それ近くに入れたら一緒の玉になる。4人分になったきね。うん、なんでよ。4人分でしたっけ。そうかね。それ、そうやって全部入れてしまったら全部くっついてしまうんかい。くっついてしまうで。わぁ、全部くっついてしまうよ。くっつくね。小麦粉足らんがやないかい。この原稿も溶媒入れる。だって塊になってないやん。まあこれはほんな一回取っちょいてやり直す。かなり加藤にせないかんのやね。そういうことやろう、だって。水が足りな、何しか。けど 200cc 入れ。こんなもんやない。わからん、ドロドロしすぎやな、ね、だって塊じゃないもん、それ。
大腸いたらいい。これ食べて。けどこれは上等じゃと思うけど、おばあちゃんは。上等やったらそれでいいんじゃない。この中まで、煮えちゅうろか。煮えちゅうろ、絶対。小麦粉が入ってる。うん。美味しそうにできた。美味しそうにできちゃったよ、あれ。また食べれんね、これ。ミネチュね。これ。こういう感じやったね、それのっていうね。うん。こんなになっちゃった。うん、これでちゃう。こんな感じやるか、うん、初めてやったきね。これは同じようにできちゃう、うん、これ味つけて置いといたら明日ぬくめた食べる、うん、三つ葉いいね。汁が全然ないけど、それらしくできた。これほら、うん、山芋のスイートンです、うん、初めて作って失敗しましたけど。失敗じゃないの、見た感じはこんな感じです、うん、それあのほうれん草の白あえ、これで食べて、うん、おい。いただきます。うん、美味しゅうできちゃうと思うで。あ、固まっちゅうやん。美味しい。うん、固まる、美味しい。今日のご飯、せんちゃんファームさんの自然薯を使ったスイートン、自然薯スイートン、それとばあちゃんのほうれん草。はい、ではこれで食べます。まあ、さっきこのスイートン食べてみようかね。できちゅう、ちょっといただきます。卵が入ったこの自然薯、これお好み焼きみたいな味がするね。めちゃめちゃ美味しい。八軒地鶏と一緒に、他の具材と一緒に食べてみよう。だしの味わいとこの自然薯の、卵が入ったこの自然薯のこのスイートンの味がめちゃめちゃうまい。終わりよけばすべてよし。でこればあちゃんのほうれん草白い、いただきます。うん、このほうれん草の甘い味わいとこれこのすりごまの風味とこの甘さ、美味しい豆腐の味わい。ではこれでいただきます。これはうまいことできたね、うん、おばあちゃんもこれ上等にできすると思うけど。上等やろ、こんなの辛いこともないしね。うん、辛くない。鶏肉はエアジョーだしよ、これ。あれをぬくめて置いといて明日の朝食べる。うん、自然薯のスイートン今日作ってみたけど、総評と締めお願いします。どうでした？私初めて作りまして、うん、失敗もしましたけど、お味はすごく良かったですよ。ありがとうございます、ごちそうさま。良かった、味美味しかった。美味しかった。で、この白あえがまたほうれん草がええ味やったね。また他の別の料理に挑戦してみて、うん、大切にいただきます。今度は2度目はちゃんとできると思います。いや、味が良かったけど、結局成功やと思うよ。まあ、ごちそうさまでした。はい、待って待って、早い。おうおう。